今よりも痩せるスピードを上げたい人におすすめな、毎日たったの20秒朝晩するだけで痩せられる大事筋トレというのを紹介していきます。今回の動画を最後まで見てもらうことで、今よりも確実に痩せやすくなって気になる部位の脂肪すっきりしていきます。最後までやり方と実践一緒に行っていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、朝晩たった20秒やるだけで今よりも確実に痩せやすくなる大事筋トレを紹介していきます。1日の始まりの朝、そこで筋肉を10秒でも使うことで1日活動的に体が動きます。その結果消費カロリーが上がります。そして寝る前にもう一度筋肉を使うことで寝ている時の筋肉の減少、そこをできるだけ抑えることができます。朝晩たったの20秒ずつです。必ず時間があると思います。そして朝行う場所、夜行う場所、布団の上で OK です。ベッドの上でも OK です。ただ手足を広げて大の字を作るので、もし近くに何か物があればあんまり大きい大の字は作れないかもしれない。だけどそれでも大丈夫です。しっかり筋肉を使うことができます。なのでしっかりやり方を見ながら真似をしてください。そしてポイントがあります。それは首を痛くならないようにする、腰を床につける、この2つがクリアできないとしっかりエクササイズが効きませんので、この2つをね、まず改善する方法としては、行う前にできれば首のストレッチ、腰を丸める腰のストレッチ、この2つをまずできれば行った上で大の字をした方がいいです。ですがその2つをしなくても腰が床につく、首が痛くない、そういった方はいきなり朝晩行っても OK です。ですがもし痛いかもしれないっていう方はね、今から一緒にまずその2つを行って大事筋トレをしていきましょう。いきます。やり方は簡単です。まず首のストレッチ、下を向くことは多いと思うんですけど上を向くことが少ないんですよ。そこで上をしっかり向くことで首のストレッチができます。上を向いて10秒キープです。いきます。姿勢をしっかり正してください。スタート。1、2、3、肩しっかり落として4、5、6、7、8、9、10。 OK。 そして腰をしっかりつけるために腰のストレッチをします。膝をしっかり抱えて揺れる、10秒いきましょう。しっかり抱えます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 今の2種類で首が伸びた感じがする、または腰が伸びた感じがする、違和感を感じる、そういった方は硬かった証拠です。ですのでこれも加えてやってください。そして大の字筋トレ2種目やっていきます。そばにスマホを置いて真似してください。まずうつ伏せの状態で足を広げます。そして親指下向けて二の腕上向けます。これで大の字を作ります。これでこのように小指を上向けた状態で膝を伸ばして、お尻を締めて、もも裏を持ち上げる感じで10秒キープです。できるだけ体を上げます。いきましょう。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 今ので体の背面全体の筋肉を使うことができました。今度は前面を使っていきます。足を広げて親指を上向けます。これで頭と背中を起こし足を上げてキープです。頭を起こした際に首が痛くなる方は無理をしないでください。痛くなる手前で降りてください。
痛くない方は10秒キープしてください。そして腰が反れてしまうと腰が痛くなるので、腰が反れないように注意してください。布団やベッド、柔らかいところでやると腰がつきやすいので、しっかり腰が反れないように10秒やっていきましょう。まず上体を起こします。親指上、足上げてキープです。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。お疲れ様でした。今ので体の前面全体を使うことができました。たったの前後ろ合わせて20秒、これを朝晩やってみてください。体の力は神の7秒と言われてて、7秒間以上しっかり力をぐーっと入れることができれば、筋肉というのは意外としっかり使われていると言われてます。なので10秒間キープするだけで体が温まって、筋肉が活動的になって、代謝が上がって、1日体が軽く過ごせることができます。ですので朝晩各20秒ずつ毎日続けてみてください。結果の報告は動画のコメント、またはツイッターでタートルフィットネスとハッシュタグつけてもらって、経過をできれば報告してください。ツイッターの方ができるだけコメントを返してます。ですので説明欄にツイッターのリンク貼ってます。よかったらフォローしてもらって、 DM ではなく投稿でハッシュタグタートルフィットネスとつけてもらって載せてください。たったの20秒ですよ、体が変わっていくことがわかりますので、経過の報告お待ちしております。そして各種 SNS、 インスタ、TikTok などもやってます。よかったら説明欄からリンクのフォローよろしくお願いいたします。頑張った方、よかったらグッドボタン、コメントもお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。